高精度の自作時期系で、デカン高原の玄武岩の残留時期を測定した。ブラケットは、時期の復活が変化していることから、インド大陸の北上を推定した。ブラケット男爵、パトリック・メイナード・スチュアート・ブラケットは、イギリス人の実験物理学者。メリット勲章勲爵士、コンパニオンズ・オブ・オーナー勲章勲爵士、王立協会フェロー。霧箱、宇宙船。 古チジキ学の研究で知られる。1897年にロンドンで生まれる。ブラケットはイギリス海軍への長い士官の後、1921年にケンブリッジ大学を卒業し、1933年にロンドンに引っ越してマンチェスター大学に勤めるまで10年間をキャベンディッシュ研究所で過ごした。ブラケットはメリット勲章とコンパニオンオブオナー勲章を受訓し、 1948年には、霧箱を使った宇宙船の研究や陽電子の存在の確認、陽電子、電子体の生成の秘跡による確認法の考案などの功績に対して、ノーベル物理学賞が贈られた。これらの研究によって、彼は半物質の研究の第一人者になった。第二次世界大戦中、彼はオペレーションズリサーチの研究に従事し、 ご送戦団の生還や賞賛について貢献した。戦争中は、オペレーションズリサーチの計算結果を示して、戦略爆撃の作戦にだかに反対した。そのため首脳部と摩擦を生じ阻害されたが、戦後、司令部は、ブラケットの正当性を認めた。1940年から1941年にかけて、彼は、イギリスの原子爆弾計画に関わる、 元委員会にも所属した。1940年代後半、イギリスは核爆弾を持つべきではなく、インドなどの植民地に対して、科学、技術を振興する義務を負っている等という急進的な政治的発言で知られるようになった。政治的には彼は社会主義者であり、労働党支持者であった。1947年、ブラケットは、 電磁気力と重力を統一に向けた地球の磁場に関する理論を発表した。彼は自身の理論を証明するための磁気系の開発に何年も費やしたが効果がないことを悟った。しかしこのことにより彼は地球物理学に興味を持ち、古地磁気学のデータから大陸移動説の証拠を見つけるのに関わった。ブラケットは1953年にインペリアルカレッジ。 ロンドンの物理学部の責任者になり、1963年7月に退任した。現在のインペリアルカレッジロンドンの物理学部の建物は彼にちなんで、ブラケット研究所と名付けられている。1933年に王立協会のフェローに選出され、1940年にロイヤルメダル、1956年にコプリメダルをそれぞれ受賞。 1965年には王立協会の会長に就任した。1969年に一大貴族として、ーロンドンにおける、チェルシーのブラケット男爵に助された。ありがとうございます。